祐介、2割8分6厘10本、46打点、OPS863、ようやっとる。今年ついに真の4番になった。もうちょいホームラン欲しい。ホームラン多くはないけど打点に嫌からな。王さん嫌ぞ。能力見たらもっとやれるって思ってまう。たまにクソみたいな見逃しやめてくれたら3割30本いけるやろ。飛ばす能力はあるねんから。岡田に潰されなかった唯一の存在。甲子園ってこと考えたら20本くらいで合格やな。今季は出塁率がすごいな。こんな選手を重複しろって叩いてたファンがいるらしい。この前の試合でデッツーで1点取ったときこいつ本物の4番になったのを思ったわ。 WPA も NPB1 位だしマジで頼りになりすぎるわ。ほんまええクロート向けの選手になったわ。派手な役割はサトテルに任せた。穏やかな性格の4番打者いいよね。ホームランに品があるわ。きっちり捉えた打球しか掘り込まないし、結構本気で今日本人で一番綺麗なホームラン打つ打者だと思う。地味なのにアーティスト体質。フォロースルーと弾道マジかっこいい。古き良き4番打者感があってワイは好きやで、阪神はトボネンはずっと大山を4番で使い続けるべきだわ。